ということで、カズナリ VS ユージリアルサウ対決結果発表があるということなので、釣り堀のみゆみゆお願いします。あ、ほんと、もう出てる。おーい、あれ画面が、もうサウいらないのか。1分前からですよね。やばいやばい、俺らじゃあまだやってていいってことか。はい、突然の変なアングルなんですが、あ、帽子落ちちゃった。慌ててこちら中継準備しておりました。まだあるよね。もうちょっと釣ってていいですよ。ちょっとね、あの隣のおじさんに興奮剤っていうのをもらったんで。そうなんだよね、あまりにもこう、ね、釣り方がぬるいということで、そう、あの興奮剤をあげるって言われて、一般の隣の方から興奮剤をいただいて、最後の追い込みにかかっております。追い込み中です。で、興奮剤の、ね、効果はどれだけあるか見せてくださいよ。男なら男の対決ですよ、これは。煽ってくるね、みんな。だってリアルサオ対決やりたかったでしょ。リアルサオ対決ね、念願ですよ、念願。あーって二人で同時に言わないで、もうちょっと男らしい声を聞かせてください。それでやっぱ釣らないとね。そうですよ、うん、映ってる時に釣らないとね。そうね、大事大事、いいとこ見せないと。いいとこ見せないとね、ここぞというところで見せないとね。しっかり示せないとね。そうだよ、うん、だいぶ俺とユージ落ち込んでるからね。男らしくないな。見比べるから本当に随分男らしくないな。本当に落ち込んでるからね。そんな竿対決じゃいかんですよ。もう皆さんのコメント見えてますけど。ん。あとどれぐらいなんだろう。あとどれぐらいですかね。あと3分。あ、3分釣ってていいんですか。3分釣ってていい。お、3分、3分絶対釣るねえ。リーディー興奮タイム。あ、ミミやっぱ興奮剤、ミミがじゃあ興奮剤巻いてあげようか。ミミ興奮剤巻いて、もっと興奮させて、うん、そう、いけ、金魚たちを。え、雑雑嘘。思いやりゼロだな。嘘、その勢いで逃げちゃう。嘘。でもね、実はね、ミミもね、うん、竿握ってたからね、ずっとね。そう、ずっと、そう、見えてないところでミミずっと竿をね。そう、実はね、私も興奮剤をいただいて、そう、お、お、興奮剤投げてもらってる。さらに興奮剤が一般の方から飛んできたよ。ありがとうございます。なかなか難しいよね。そう、ミミね、本当に集中力がない。なんで竿使いが荒かったですか。竿使いが荒かった。もうね、あ、もうなんか、あ、もう無理みたいな。だって何にもね、感じなかったの私。そうね、来てる来てるっていうのが全然つかめなくて、もう本当にあとはね、興奮剤頼りよ。本当に興奮剤が一番キーだから、うん、今日の、うんうん、ね、あ、そう、興奮剤に竿にバイキル取ってきた。いいね、いいコメント流れてますよ。あ、ででどうですか、ユージは。ユージの竿はいかが。誰か止めろって言ってる。止めないよ。止まんないよ、米ひどいって言ってる。ずっとビンビンであるんだけどもね、うん、それがなんだろうね。今のは笑いかな、くしゃみかな。お隣からくしゃみ。あ、残り1分。興奮剤と何回言ったかクイズになりませんだって。でもやっぱね、きっと見てるリスナーさんはミュウミュウが言う興奮剤っていう言葉にね、うん、興奮するんじゃないかな。いや、だってもうお二人の竿が頼りないから。ちょっとそれ、なえるな。やばいね。もうだってやばいぞ、あと1分だぞ。あと1分。お隣の方が見かねてね、興奮剤くれたんですよ。 その興奮剤の効果をしっかり発揮してください。やばい、30秒前。よし、30秒前です。まだ3時だぜってコメント来てるね。30秒前ですよ。30秒前、やばい。20秒前。20秒前。やばい。この餌が多分きっと最後だよ。やばいね。ちょっと、うん、お稲荷頑張れ。お稲荷頑張れ。10、9、8、7、6、5、4、
3、2、1タイムアップ。最後の追い込み、最後の追い込みね。2人とも釣れませんでしたが、興奮剤どうでした、和成君。いや、興奮剤、きっと興奮剤じゃなかったんでしょうね。どういうこと？どういうこと？ただの餌だったのかもしれないね。どうでした？終えてみて。終えてみて。やっと終わったっていうコメントがありますけど。本当ですよ。これね、本当に映ってない時ずっと釣ってるんだからね。ねえ。びっくりするぐらい。ねえ。いやでもね。ユージは顔が渋いですがどうですか？ユージ。すっきりしたっていうコメント来たよ。そう。すっきりした感はないかな。ちょっと不完全燃焼感。そうね。本当に？ちょっとね。じゃ転生の香水使って転生出ないパターンと同じだよね。本当にまずい、ね、言葉にならないね、ユージね。本当は、ね、真っ白に燃え尽けるはずだったんですけど、うんうん、全く真っ白に燃え尽けることもなく、うんうん、結構濁ってますね。それではね、もうタイムアップしたということで、ええ、結果を発表してもらいましょう。それでは和成くん、僕からかな。はい、報告お願いします。報告ですね。あくん、僕はカズナリの竿の結果は一匹釣れました。イエーイ、パチ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 。一匹。はい、カズナリくん一匹。はい、はい、ユージもバケツを見せてください。まっさ、俺が釣ったのはじゃじゃん。ゼロかな。あれ、何も見当たらないんだね。すごいね、コメントがね、もうね。ゼロですね。お、おう。やっぱりやっぱりとか言われてました。やっぱりじゃないよ。はい、ということでこの結果、和成くんが1匹、ユージが0匹ということで、和成くんの勝利です。イエーイ、バッコス見てるって。はい、どうですか。いや難しいね。勝利しましたけど。勝利したけど難しいね。あ、大丈夫よ、マイクついてるからね。はい、癖かな。いやでもね、楽しいですね。はい、ただ本当に難しいタイミングが、うんうん、ね、でもまあ1匹釣れたのはね、ラッキーだったんですけど、うんうん、いやでもね、竿の手応えはあんま良くなかったのかな今日。ちょっと今日元気なかったかな。本当、うん、いやでもね、でもそれ以上に元気なかったのはユージの竿だからね。ユージ自分はビンビンだったつもりだったんですけどね、うんうんうん、ちょっと違ったのかな、ね、まだまだ甘いんだよ、まだまだね、きっとユージの竿は。そう、やっぱり日々の鍛錬がやっぱりちょっとまだ弱かったのかな、うん、ね、そうだね。いや本当ね、カメ狙ってたんだけどね。カメ、カメ釣りたかったんだけどね。どういうこと、うん、いやそこは耳触れなくていいんだよ、うん、カメを狙ってたんだけど、カメいないからね、しょうがないかな。本当、うん、ふにゃふにゃかなっていうコメント流れてるよ。カズナリ君勝ったんだからもうちょっと喜んでほしいよ、ミューは。なんかふさぎ組ぐらい、お互いなんか結構同じテンションだからさ。そうじゃないんだよ、カズナリ君勝ったんだよ、ね、赤組勝ったんだよ。これね、勝ったんだけどね、うん、これさ、ユージ敗北感あるよね。すごいなんかね、もう負けたっていうことプラスなんかね。そう、ちょっとね、もうミューミューがね、僕たちの竿をね、いじめすぎ、男としての不甲斐なさを感じてるってこと？そうだね。この赤組白組のね、勝利がどうこうっていうよりも、ちょっとね、ミュウミュウを男として負けた。できなかった。本当、まあ確かに。得の致すところでございます、ね、うん。そうなんですよね。満足はしてない私は。本当にこの企画は正直ミュウミュウのための企画だったんで。うんうんうん。残念。でもわかんない、アンキモさんがすごいスタジオで喜んでくれてたらそれはそれで嬉しいですよね。そうね、もうあのすぐスタジオ戻ってアンキモさんのとこ行こうと思います。どうでしたかって。はい、ということでカズナリ VS ユージのリアル竿対決は、はい、ここ釣り堀ジュジュキエンさんにご協力いただきました、うん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ね、ね、今日は金魚だけだったけどね、鯉もね釣れるということでね、うん、はい、ここ釣り堀ジュジュキエンさんでは定休日の金曜日を除き午前8時から日没まで釣りを楽しむことができます。いいですね。はい、阿佐ヶ谷駅南口より徒歩3分と駅がとても近いので釣り好きの方、釣り堀デビューしたいという方、そしてこうね、この2人のようにリアル竿対決をしたいという方、ぜひ遊びに来てください。竿を持ち出しましたが突然ちょっと慰め合いして帰ります。竿の慰め合い中ということで、慰め合いかな、慰め合います、これ優しくね、アンキモさん
ピンポン押しといてもらおう。このね、ユージとカズナリの差をいたわりつつ、ね、こちらは以上となります。以上、カズナリ VS ユージのリアル差を対決でした。ありがとうございました。はい、スタジオに戻ります。早く帰りたい。